どこ置いたかな。どういう意味それ。どこに置いたか忘れた。え？ないのだ。あれこっちもない。ゴミを入れるな。あれ？はやです。はやです。今日はこの撮影の時にはもう今年も1ヶ月終わりました。どうですか感覚的に。ない少ない、ね、あっという間に過ぎてきました。お正月、わー今年初めだー、やったーお年玉だーって喜んでたあなたたち、やばいなもう嫌だ。なんかあのすごい散財してる人がいて、いろんな意味でやばい。ということでもう何やるか察してくださいましたね。ずっしりと重たかったものが今はすごく軽くなってると思います。その中身チェックをしたいと思います。かっこ抜き打ち金か。ということでお財布をお持ちください。私金ねえぞ、やばいって。お財布置いたっけ。どこ置いたかな。どういう意味それって。どこに置いたか忘れた。え、うん、財布どこに置いたか。財布今日お出かけに持ってったんじゃない。持ってってないよ。どういう意味。え、ちょっと待って、ごめんあやさん、その手うるさい。どういう意味。どういう意味って言われたの。どういう、こういう意味なんです。なんか家の中にちょっとあると思うけど、家はなんかなくなった。いや、男とかいらんのやない。だいだい、いる。ちょっと探してこいよ。え、行け。ちょっと待って、企画内容変わってまったんやけど。財布なくす。見つからなかったらそうやけど、見つかったろ。やばい、ちょっと待って。あやさんは財布持ってこうって待機。いやー、きったね部屋。きったね部屋。あ、僕じゃないですよ。見つからないの。え、今日気づいた。さっきさ、こっそりさ、あんたの財布をさ持って降りようと思ったらさ、どこにもなかったんで、カバンが。よって今日出かけた時にさ、車の中を置き去りしてたんだろうなと思ってさ。何分かってんの。なんでさ、カバンかけるとこ決めへんの。ねえ、ほら、S 字フックあるやん、うん、こういうのをさ、ここにお財布かけるとかさしなあかんって。ちょ、マジでちょっと探せ。うん、でも車の中にあるよ。ここにあるのが何や。ちなみにこれはサイズアウトした服です。捨てようかって言ってた服ですね。お財布ね。あとで部屋片付けてください。やだ、秒で見つけました。ということで、ハヤの財布、ママが部屋行って速攻見つけました。ハヤの財布から行きましょう。入ってないの。分からん、おいよ。まずちっちゃい方からお願いします。ちっちゃい方ね。男の子の財布ってどんなんなの。もうそろそろそれ早く買えんで大丈夫。並べてくれ。小銭だけで1,2,3,4,5,6,7,855円。はい、855円。はい、大きいお金は以上。マジで。だってお年玉一番最初のやつ入ってるよね。え、何に使ったの。いや、お前ゲームに水入れとったっけ。アミーボ。あやさんとママ納得したんですけど、アマゾンでスプラトゥーンのアミーボ買いました。2000円近くしたんだよね、うん、だから今こんな感じ。ということで、あやは1,855円、現在お財布の中入ってます。で、もちろんね、あやはなるほど、どうしよう。まあ、いや、他に、あのレシート等は入ってません。年末のほら、友達とカラオケ行くよって言った時に最初1万円ぐらい持っておくかなって言ってたのを5,000円に下げさせました。フルであれば15,000円ぐらいはあるはずなんですよ。でそっからあやさん、いくらまで使えたのか教えてもらおうと思います。小銭なし。え、待って、あ、ちなみにその財布の紹介は、これは今年の福袋に入ったやつ。はい、カノさんの福袋に入ってたやつをトレードしたんだよね。で、今まで隅っこ暮らしだったんですけど、ちっちゃい財布はこっちに変わりました。はい。で、小銭はゼロ。待って、
5円。マジ金月なんやけど、やばい。あ、大きいわね。うん、はい、1000円6000円くらい一気に上がったね、おしまい。これ現金やで、ね。待って、まだ現金ある。うん、あ、まだ現金あった。現金とは言わない、金券って言います。現金、それいくら分ずつ入ってる？こっちないわ。ないのだ。あれ、こっちもない。ゴミを入れるな。あれ、何入ったのこれ。レシート入ったんだ。捨てて。これはだって誕生日。それもカラス。あれ、待って、あ、よかった、あった、はい、びっくりした。これはあのクリスマスプレゼント、うん、でもらったやつ。まだフルで入ってますよね。フルじゃない。え、入ってないの。うん、いくつ、半分ぐらい。まあそれぐらい。現金は6005円になる。金欠です。で、図書券で、あやさんの財布、これその前の年のあれやね、福袋なんか入ってたからお財布です。レシートしか入ってないよ。明らかなレシートのゴミがね、また日に日に溜まってってます。まずい。今回2人のお財布は1月末の時点で中身こちらになっております。これ多いか少ないか。早はまあ、財布見つかってよかったね。こっそり抜いとってもバレんかったよ多分これ。ね。その前にさ、お財布がさないってことじゃさ、申告しに来なかへんやろ、自分で探せんねやったら。今日気づいた。やったら、なんで出かける先に言わんかったの。使わんかったから。使わへんやろけどさ。使わんならもういらんやろ。いるなんかもし欲しいものあった時どうすんの。我慢するの。我慢するの。あやさんはちょっと使いすぎですね最近。まあ、自分でペース配分できてるかと思いますが、なんか多いやん6000円も。カラオケ行ったらパーですよ。でもカラオケだってこの間の時すごい安かったよ。でもその前にパパから出資金ないか入ったからね。返せ。あ、あれも溶けちゃった、ごめん。返せ。あとはお小遣いだけだと思うのでペース配分考えて使ってください。皆さんは今年に入って何かお買い物をしましたか。お財布は軽くなりましたか。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ、バイバーイ、こんにちは。おいおい、これはダメだ。今の映ってないの。これはダメだ、これはダメやで。で、あやさんには一つ、はい、中学校の子供会からです。図書カード、やった、嬉しい。見てよ、図書カードだと思う。金券とか言うなよ、イオンとか使えんぞや。うわ、少ない、ちっちゃくない。少ない、ちっちゃくない。1000円かな。1000円だね。はい、お金は大切に使っていってください。はい、はい。